2021年3月16日火曜日の木村佳子の気になる銘柄です。ただいまの収録時刻がちょっと遅くなりました。9時20分ですね。今日のテーマは投資が楽しくなる7か条、今から今日から理想的配当生活を設計すると題しましてお送りいたします。いやいや、ヨガをやりましたらですね、もう1年ぶりぐらいですかね、体の節々が痛いけど、まあ快調ですよ。皆さんもぜひヨガをしながら投資を楽しんでいただければなと思います。さてですね、今日の動画の構成は、今日のテーマ、そして気になる銘柄1、気になる銘柄2、今日はちょっと銘柄3つぐらいご紹介しようかなと思っています。まずですね、まあ、投資が楽しくなる7か条なんですけど、これが基本ですね。配当は結果ですよと、そして株価は未来軸で動いてますということですね。この2つさえ間違えなければあまりひどい目に合わないんですけども、どうもですね、配当をもらいたいがために、その企業の未来軸を見てないっていうこともありますし、まあ、株価がですね、今低迷してるからこんな会社ダメだろうと思ってたらですね、意外とニョキニョキと、配当も伸ばせ、そして、業績も伸びるということがありますので、まあ、配当は結果、そして株価は未来軸、これだけをしっかりと忘れないようにして話を進めていきたいと思います。さてですね、まあ今3月ですからね、配当がもらえるっていうことが大きいね、モチベーションとなるわけですけども、配当は決算の結果、1年間の活動の結果の最終利益が元手となりますので、まず会社が売上上げられてなければ配当もね、おぼつかないわけですね。そして営業利益、そして経常利益、例えば倉庫が火災で燃えてしまったとかですね、土地を売ったらお金がドカッと入ってきたとかですね、まあ、そういったことも本来の活動とは別に、プラスマイナスしてですね、経常利益が出てきます。そして税引き前利益が出てきて、税金を払ったら会社に最終利益、これが配当原資となる最終利益となるわけですね。でこの最終利益からですね、役員報酬と、それから内部留保金と配当、株主配当にこの何パーセント還元するか、これ配当成功と言いますけども、最終利益からこのよろしき分配を得て株主さんに配当ができるというわけですよね。で株主さんにどれぐらいの配当をあげるのということが配当成功ですから、大抵の会社はですね、まあ、株主配当をその当分に分けたら3割を目指しますとかね、 33% を目指しますという目標を掲げて頑張ってるわけですね。さて今見ていただいておりますのは、ゴールデンチャートの月足で、ソフトクリエイトという会社ですね、コード番号3371、これを見ていただきますとですね、まず株価がここで2020年の10月に4810円というね、高値があって、今現在はちょっと落ち着いてる感じですよね。ここ何があったのってことですけども、まずですね、このちっちゃい字で見えにくいと思いますけどね、2019年3月の連結ベースと2020年の3月のその決算の数字がですね、もう段違いに良くなってるわけなんですね。これでですね、こう素晴らしい業績となるということで、ここでバーッと評価されて上がったんですよ。で現在はその増配できるということなんですけど、まあ、株価はおとなしいね、展開となってるんですね。なのでやっぱりその増配できるっていうよりも、その2019年から2020年に業績が急拡大した時の評価による株価反応が大きいというね、傾向が株式市場の各銘柄にはありますので、まあ、やっぱり業績が一番の株価を大きく持ち上げる要因であることは忘れたくないですね。なので皆さん、こう日々のね、材料探しで業績良くなるかどうかっていうことにもう目を皿のようにしてですね、ご覧になってるわけなんですよね。さて、ここで投資が楽しくなる7か条の話に移っていきたいと思います。まあ、投資をするんですからね、身銭を切って、まあ、リスクをね、負うわけですから、楽しくなかったらね、やる意味ないですよね。やっぱりね、楽しみながらできるような投資をすべきだなというのが私の現在の心境です。7か条に絞ってみました。まずですね、株価を押し上げるのは業績、そして増配できるのも業績向上が基本ですよね。そして業績がパッとしないとき、減配にならない資産持ちの会社がいいんですよ。そしてですね、無配でも業績が伸びる会社なら買い、
そして資産が少ない会社の業績減速は株価急落、減配の浮き目にあいますから、これがですね、マザーズ銘柄を買う時の、ね、肝になりますよね。資産がもともと少ない会社が多いですからね、業績が急減速しますとですね、株価は急落しますしね、もともと配当できてない会社が多いので、もう株価直撃しますからね、マザーズをたくさんいじってる会社、方はですね、これに気をつけていただきたいなと思いますね。そして、これですよ。もう年を取ってくるとですね、こういう投資が面白いんですね。資産が多く、業績低迷で株価も低迷している会社は買い場。これを探すのが楽しいんですよね。さあ、いつでも資産が多く、業績がパッとしない会社の株が買えるように、機動性の高い手元資金を取っておくのがですね、いいんですよ。ぜひこれをお試しいただきたいなと思っております。今日はですね、特別に私のいつも金がね、マークしている企業群をお見せいたします。もうね、日本郵政しかないなというふうにね、これ今もう1051円になりましたけど、もう800円どころからもう日本郵政しかないなと思ってましたね。で、私はね、もう本当にね、気が早いんですよ。皆さんね、今引っ張るぞとおっしゃってるコメントをいただいておりますけどね、持ってる方おめでとうございます。いや、私はね、もうね、持ちきれずにですね、もうあとちょっぴりしか残ってません。で、青空銀行も本当にちょっぴりしかありません。で、両用エレクトロニクスはもうとっくに売っちゃいましたですね。そして住友商事はね、ですね、もうこれはもう1年以上前ですかね、住友商事を、この配当取りで狙う作戦をお届けしたことがありますね。で、これもちょっと持ってますけどね、高いところを買いましたね、これはね、割とね。で、今は、ちょっと利益乗ってる感じですけど、70円配当もらえますのでね、これもそんなにバタバタ売ったり買ったりしなくてもいいかなと思ってますね。そして、エネオス。これもちょっぴりは持ってますね。あと、中電工、東京海上ホールディングス、三菱商事は持ってませんね。日本電信電話は持ってません。いや、今ここでですね、買えるとすればですね、日本電信電話じゃないかなと思ってますね。何しろですね、ほら、総務省にいろんなことしてですね、今、社長が国会に呼ばれたりしましてですね、ちょっとね、株価が伸びにくい環境ですよね。こういうところをですね、こっそり日本電信電話を買うっていうのがですね、いいんじゃないでしょうかね。私は今のところね、日本電信電話ホルダーしてませんので、ホルドしてませんので、好き勝手なことが言えるわけですけれども、何しろね、資産持ちの会社ですからね、配当もね、立派ですし、今、この配当利回りが 3.69 ですけどね、国会に呼ばれて、またなんか週刊文春なんかでね、面白くないこと書かれますと、また株価も伸び悩み、こんなところをこっそり買うっていうのもいいと思いますよ、9432。今日の気になる銘柄、国会に呼ばれた社長、日本電信電話9432なんかね、いいんじゃないでしょうかね。で、本日の気になる銘柄2はですね、資産はないけど、業績が伸びるタイプの銘柄ですね。6532、ベイカレントですね。業績が大変伸びておりますのでね、売上高も伸びてますし、そして一株純利益もね、すごいですよ。そして配当115円になる予定ですね。この会社何してるかと言いますと、企業の経営戦略や IT コンサルティングをする会社ですので、今の環境にはぴったりのね、仕事してますよね、ベイカレント。ただしですね、24,340 円でしょ。だからちょっと、墓場取引でね、どうかなと思いますね。でも、この6532、ベイカレント、資産がないけども、業績が伸びてる。その観点で選びたいんですけども、もっとですね、面白みのある銘柄をとなりますと、これですね、交換できるくん。コメントいただいてましたよね。交換できるくんに、なんかシフトされてる投資家さんのコメントありがとうございます。本日はですね、今、9時9分の段階で4020円ですね。公募価格は2050円でしたから、約2倍になってますね。ロックアップが90日で、上場したのが12月23日ですから、今月ですね、ロックアップ明けというようなね、23日ロックアップ明けということで、株価これからね、動いてくる可能性ありますよね。交換できるくんの企業の方の心境とすればですね、今このロックアップで投資家が動いてくると。やっぱりこの、投資信託とかですね、機関投資家に買ってもらいたいところですよね。これがうまくいくと、もっとね、株価伸びてくると思います。私、交換できるくんっていう、この名前がすごいなと思いますけどね。どんなことしてる会社かちょっと見ておきましょう。こういう会社ですね。
住宅設備ネットで注文して、そしてそのね、見積もりもね、取ってくれるということですから、例えばまあ水道の蛇口がね古いとちょっとモチベーション上がりませんよね。私なんか主婦ですから洗い物するんですけど、まあ東京都内の拠点はですね、もう古いところですからね、蛇口がやっぱり古いですよ。昭和の匂いがしてますよね。あとお手洗いもね、昨今ものすごく進化してますのでね、交換できるくんで注文して、見積もりして、まあ、業者さんにね、こういうものでやってくださいっていうふうに頼めますと、今のこの自分でいろんなことをこだわって直したいっていう方にとってみれば面白い会社かもしれませんね。なので、ベイカレントちょっとと思う方は交換できるくん、今月ロックアップだ、明けだと思いますので、株価ね、上にも下にも動きやすいと思います。まあ、うまくね、選んでいただきたいなと思います。まあ、ほんとね、ここからちょっと雑談させていただきますけどね、ヨガはいいなと思いますね。目がね、もう凝り固まってましたんで、目がしょぼしょぼしてたんですけど、目のヨガもやりました。いやー、やっぱりよく見えますね。目も大きくなりましたよ。だけどね、もう体の節々が痛くて、昨日もお化粧して、今日の顔出しをしようと思ったんですけどね、さすがにちょっとね、もう寝入ってしまいまして、せっかくの準備も水縄です。まあ、明日こそ顔を出して挨拶したいなと思っておりますので、引き続きご覧ください。それでは、今日一日よろしくお過ごしくださいませね。さて、いかがだったでしょうか。この動画は、株式取引がある日の月曜日から金曜日の12時、お昼12時を公開目標にして、日々更新しております。株式投資を通じて個人の資産運用、これが継続的に納得感を感じながら続けていけたらなという趣旨でお送りしております。皆様の投資のヒントとなりますと非常に嬉しいなと思います。ぜひですね、ご一緒に勉強していきたいと思っていますので、よかったらチャンネル登録もお願いいたします。また月の初めには月刊木村よしこ、そして、月2回の更新を目標にしております、木村よしこの経済都市伝説、そして、近々本格的にアップしていこうと思っております木村よしこの妄想社会学などなどを通じましてですね、お金と個人の良い関係を探っていきたいと思っています。これからも引き続き動画のご視聴よろしくお願いいたします。それではチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また明日。